あ、始まりましたね。どうもこんにちは、エイトです。のりくんです。レンです。のりくん、なんでそんなのりって言われそうになった。今日は見てわかる通り大量の鶏肉。すごいな。何キロあるのこれ。3キロぐらい。3-4キロあるな。やば。これを今日はちょっと唐揚げで食べていきたいと思います。ね、まあ、今日特にその唐揚げの中でも太りたくはない。できれば、はい、今日はエアフライヤー、ノンフライヤーを使って調理していきたいと思います。これプラスあとご飯も来るんで。いや、いらん。15。そんな食えれん。15、3人で15。マジで。15って何キロだ。180×10 で2キロや。2キロぐらい。2キロやな。すげえ。総量で6キロなあ。割っても2キロずつ増える。食った計算バレ早い。まあそんなこんなで作っていきたいと思います。全員グレーで気持ち悪いけど。ほんまに気持ち悪い。それではレッツクッキン。そしたらこちらがエアフライヤーになります。ですごいな、これ買ったん。あ、もうこう立ったっす。すごい。これをぶち込む。はい、よいしょ。はあ、いけるかな。これでできるの。そうですね。これ時間やけど時間で終わりっす。こんなできんねや。はい。え、最悪最悪最悪や。やっちまった。おお、匂いはニンニクの匂いですね。本当に。鼻バカや。何もわからん。あ、これ切らなあかんやん。切らなあかん。切らなあかんな。こっちからやる。はいよ、俺これ切るわ。皮取る。あー、取ろうか。はい、始まりました、のりぞくキング。じゃあ、今から鶏皮を取っていきましょうかね。はい、で、続きに。これら何したらいい。わからん。ドボン、ドボン。おー、いいね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 。入れても入れても湧いて出てくる鶏胸肉、鶏もも肉。大きくいていいっすよ。よっ。うわ、エッグ指かわいい。なあ、おい。おい。指ない。指短いね、俺。やばない、ほんま指短い。パンパンやん、指。パンパンやん。パンプしてない。レンさんの指が一番かわいいっすよ。これほんまこんな作る。え、ほんまにこんな作る。こんなにこんなに作る。こんなに作る。こんなに作るの。全部作るの。あ、作る作る。とんでもねえ量になるよこれ。ハンバーじゃねえよ。すごいピントが絶対合わん。多分これテーブル一面に絡める。肉しか合わん。ねえ、ちょ、おじちゃん。ではまた。あっと食える。エイト12時半。10時半に帰ってきて2時間経ってる。ようやく仕込みが終わりましたね。それでは腹減った。食べていきましょう。すごくね、これやばくない。これ何キロですか。あ、これは、はい、多分肉が4キロぐらい。4キロと米、トータル15。これやばくないですか。これやばくないですか。これやばくないですか。どうしてこんななってんの。いやいや、下手くそすぎや。ちょっと綺麗に終わります。僕心綺麗なんで。結局僕が一番心綺麗なんで。はい、おー、はい、ムカつくな。じゃあ、いただきます。食べていきましょうか。これ俺じゃないの。そうでした。おい、いいとこ取りすんなよ。これやばくね。日本昔話盛りとか。いや、ちゃうで、これほんまに1キロあるから。いや、絶対ある、それは。絶対にある、これは。どうやろ。とんがってるもん。じゃあやばくね、これ。いただきまーす。いただきます。いや、ちょっと待って、唐揚げから行こうやろ。そりゃそうやろ。いただきまーす。みんなこれからいただく。ほんまに。じゃあちょっと揚げた鶏胸、鶏ももか。いただきます、うん、うまい。お、よかった。うん、うんうん、うん、ヘルシー、うん、ヘルシーだとは。油は一切消費してないんで、うん、これだったら太んねえわ。思んねえな、思んねえな。あ、おいしい。いくな。うんま。いきます、いきます。うんま。いや、ちっちゃ、いや、ちっちゃ。ちっちゃ。塩こしょうちょっと。うまいわ。ええと、かけ方が甘い。かけ方が甘いって。これ以上かけたらもうしょっぱいで。見とけ。
洗ってこいよどれが一番うまかった？ん？やっぱクリスマス近いんでこれ。確かに。いきましょう。手羽ね。手羽で一口いきます。いけんやつやでもいけんやつ骨が使えてるうん必死うまい。俺も手羽食べよう。これさ甘いな。食い方が減らない米が。うまっ。うまい。うん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 めっちゃおいしい。去年はこれ。うんうん、まっ。その先はめんどくさいから俺食べない。女子かこれ。これ筋肉つきますね。でも見てください、筋肉ついてきた。ほら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 早ない。前に筋肉回っていくの。僕はいつもレンさんに言ってるけど。あ、言ってんの。もう 足に全部言ってるから今日言ってるよ、今日は。今日筋トレした部位にこれ全部入っていきますって言ってるから。いや、行くな、そう思ってた、実は。忘れてた、お酒が来た。お酒があるんです。これ結構いくらでもいけんじゃない。何君これ。え無手だ。何それ、ドレッシングだよ。あ、チョコっす。チョコか。これ全部で何カロリーあるんやろな。乾杯しよう。はい。これ一つで多分1万カロリーぐらいあります。何の紹介や。いく。えー、お疲れです。キンキンに冷えたコーラ。キンキンに。うまっ。あ、うまっ。これめっちゃうまい。うわ、うまっ。あ、やっぱ鶏にはレモンいるもんね。唐揚げレモンかけてもいい派ですか。あ、いい、お願いします。どうしよう。いや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 。どこに飛んでんの。今の映ってないからおもろかった。こっちに飛んで。唐揚げとか久々に食べる。間違いない。まあ、揚げてはないねんけどな。うまっ。レモンかけてめっちゃうまい。唐揚げかもしれない。うん、唐揚げじゃん。狭いねん。おいしい。おいしい。おいしい。2時間かけた甲斐があった。仕込み2時間、うん、10時半からした、うん、今撮ってるの12時半やもん。夜中の12時半に食べる量じゃない。うん、うん、うまっ。うまっ。意外とペロリなんじゃない。ゆくる気する。うん、一人3号チェックはないかんす。え、多分これ3号あるよ。3号以上ある。これは絶対ある。これはまあでも来年勝ってもらわなきゃいけないんで。うん、そうだ。食ってゴリゴリ筋トレしてでかくなってください。そうそう、食わなでかならんでって。食わなでかならんでやから。実例があるから。のりくん90キロやばいやん。やばいよな。162。いや、ちっちゃすぎやろ。これ7です。167センチで90。あんま変わらんかった。あんま変わらんかった。いや、ほんまにデブすぎて家出るの嫌だと思う。やばいね。俺90キロになるの想像できる。いや、ちょっとだから、こんなんだよ。ハムったな。ね、ハムったな。なるわ。もうだから時代に似てるんやったっけ。江原正宏。もういけるわ、これ。なんか味飽きてきたもん。わかる。うん、もういける。これつける。チョコレート唐揚げ多分合うと思う。ヌテラやし。かったかったかった凍ってるやん。こっちこっちやん。ちょっと確かになんか七味とかかけてうまそう。あー、いいね。うまい。うわ、うまっ。さすがおかしい。アホやこいつ。炎上したらいいね。食べ物は全然全然全然。しかもね、どうしたのこの小さい方ないよ、穴が。ショルこっち、こっちない。あー夢考えな。おお。うまい。うん、焼肉のタレとかうまそうや。あの、手ペトペトすぎて拭いたらどうや。おいこっちやと。さっきインスタグラムで質問ありますかっていうのでフォロワーさんに質問を投げかけたんでそれを答えていきたいと思います。私服はどこのブランドが多いですか。
私服はどこのブランド？僕は韓国系の服とかですかね。新大久保？いやいやいや、ネットで買って、倍まで貼ってる。倍新大久保って韓国料理だよ。ん？韓国わかんないじゃん、僕。あ、WV プロジェクト。わからん。WV 事務所か。ニジプロみたいな。まあ最近なんかブランドもとか買ってないですね。まあそれより節約してね、筋トレのお金を使いたいなって。筋トレだけかな。何兄さん。なんで兄さん聞くね。俺やつはじゃあどうぞ。あ、飯うまっ。飯うまっ。飯うまっ。一番減ってないけど。レン君はここまで来て服？服？何が多いんやろ。でももう移動着はナイキ、まあ、確かにそのイメージある、ね、スポーツやね。移動着ナイキの私服は冬場とかでもシュプリームのパーカーとか多いかな。もうあのタイトな服着られへんもん、うん、夏はユニクロです。 T シャツ、あ、ユニクロは一枚、ユニクロ GU 万歳。持ってないユニクロ GU。 マジマジ、うん、何どこが買ったの。逆に何持ってるの。ピボット提携先やん。特に提携はしてない。ザ、ザラ。あ、ザラ、ザラか。ザラはいいよね。ザラ俺手足短いからさ、ザラ合わへんね。あ、そうなんだ。足短くないですけどね。手短いねんな。なんか袖が全部余るんです。かわいいやん。指燃え袖みたいな。誰が燃え袖やん。俺が燃え袖してどうすんねん。有酸素は20分以上やらないと意味はないんですか。いや、そんなことないですよ。結局カロリー消費なんで。じゃあ20分のうちに爆走したらいいですか。まあそれもありですね。まあそれもありですね。まあそれもあり。まあ痩せやすいっていうのがその心拍数の問題なんで、ある程度心拍数を上げてその中で運動を続ける、中で運動を続けるっていうのが大事ですね。なんやろお前ら真面目答えてるの。え、今のをまとめるとどういうこと。どういうこと。あ、心拍数を上げてちゃんとした有酸素をした方が絞れます。おお。ランニング、ウォーキング、バイクだとどれが一番おすすめですか。有酸素全部おすすめです。続けれるものがいいです。確かに飽きないってのが大事。うん、あと体に慣れさせないってのも大事です。ずっとそればっかりやってると体も慣れてくる。まあたまにはこう、まあ壁当てしたりとか。それ俺や。俺しかやってねえよ。大会出場目的ではないんですが、パーソナルお願いしても大丈夫ですか。ん、え、誰に。みんな。ああ、大丈夫です、もちろん。でも見て、だいぶほら、うわもうすげえ。めっちゃ減りましたね。全然俺減ってねえよ。400ぐらい取ったんちゃう、これ。筋トレいつから始めましたか。3年前です、僕は。えっと、4年半か5年ぐらい。長い。レン君は2年半ぐらいかな。おお。うん、25の夏ぐらいから。おお。じゃあこんぐらい、ちょうど俺らの時ぐらい。そうね、確かに。ちょっと敬語ちゃんと使ってくれ。何個したっけ。ええ、ちょっと待って、何歳。25です。あれ、今年6の代。いや、5っす。5です。今年5の代。5です。やべ、3つもしたから。急におじさん感出たもんね。そっか、25か。君たち若いよ。おっさんだった。おっさんだった。うわ、そこ見えてきた、そこ。うわ、すごい。早くね。そこ見えてきた、そこ。いや、思ったけどさ、エイトのこうなってるからさ、質はめっちゃ薄いんよ。俺の丸だからさ。そんな変わらんて。変わるて。このさ、小さくて。友達とゴートレすると楽しすぎて終わりが見えません。終わるタイミング教えてください。いや、追い込めてないやん。俺なんていつか必要だったらすぐ帰っちゃう。まだそんなもんちゃう。あ、好きな女性のタイプ。住んでんの新宿やしな。好きなタイプね。え、あの中身染みてなくない人がいいな。中身なんでもいいって言ってましたもんね。いや、ちゃうやろ、それ外見なんでもいいとこ。中身なんでもいいわ、ちゃうやん。もうなんでもありや、それ俺の面食いになるよ。なんでもあり。いや、まあ一緒にいて楽な人がいいな、気ぃ使わない人がいいですね。あー、エイト君は。僕は、笑顔が可愛い人はみんな好きです。よ
それによります。猫バスみたいなのね。誰が猫バス？のりくんは。僕は柔軟性ある人。ああ、それも大事。何の柔軟性？何の柔軟性？へえ。やめて。一緒にいて楽な人。これ一番っすよね。一緒やな。生きていく上で一番大切にしていることとかありますか？うわ、なんやろうな。とにかく何でも楽しむことですかね。うん。真面目か。真面目か。カットカット。はい。やめてや。おもろいこと言うとこちゃうで。うん。確かにな。おもろいこと言っても伝わらんから。じゃあおもろいこと言っていい？うん。なんだっけあの質問。一番大切なしてるもの。言ってきてくれるのが一番大切にしてくると。サックス！サックス！ちょっとやめて。これはほんまにカットしよう。これはほんまにカットしよう。これはほんまにカットしよう。サックスって言った。これはほんまにカットしよう。コンビニ。いや絶対使おう。絶対使う。いやいや、お前らのは。お前らのは。人の笑顔。フォロワーの方々の笑顔。違うな。真面目か。やっぱ何でも楽しむことやな、うん。いやいや、真面目か。いや、俺が言ってることや、それ。ちゃんと言いなよ。おもろいこと。いやいや、これおもろいこととかじゃないもん。いや、俺が言ってたやん、さっきそれ。ん？早くね、食うの。遅くね、食うの。これ食ってねえやろ。食ってるわ。嘘だ。うわすんごいお腹いっぱい。うわ、just do it! Just do it! 鍛えてる女性についてどう思いますか？とてもいいと思います。どのぐらい？かなりいいと思います。はい、質問。どうにかしてくれ。編集でどうにかしてくれ、これを。どうですか、鍛えてる人と。鍛えてない人と鍛えてる人、いい。いや、鍛えてる人の方がいいんじゃない？いや、もちろん。ある程度ね。今までの歴代の彼女はどっちが多かったですか？筋トレってこと？そうっす。じゃあ鍛えてない人の方が多かったかもしれない。フィットネス系のこと付き合ったことないから。何系が多いんですか？何系やろ。地下アイドル。地下アイドルはおれへんよ。まあでもそっか、今までやってたけど確かモデルやってることが多いかもしれない。いいな。モデルって幅広いから。うん、どういうモデル？自称モデルでもモデルやから。あ、ヘビメタの女とか付き合ってない？ヘビメタ？ヘビ買ってますもんな。ヘビメタルの女。エドは？歴代の彼女2人は付き合ったでしょ。そこんだけ。あ、落とした。あ、そうそう、全部食ってください。それ金券全部食わなあかんね。鬼や。2人は筋トレしてない。前の彼女は筋トレしてる。でもやっぱ筋トレしてる女性の方が意見が言いやすいというか理解されやすい。やっちさ、筋トレしてる子の方がさ、なんかこう考え方もクリアな子多くない？なんか前向きなでポジティブな子多くない？あ、多い多い。な、確かに。すいません、これはちょっと偏見じゃないんですけど、やっぱりそんな気がする。うん、ダンス女子好き俺。わかる。何女子？何女子？ダンス女子。あ、ダンス女子。わかんない。わかる。わかんない。めっちゃいい。付き合ったことないもん。ん？付き合ったことない。俺もないよ。ないんかい？ないよ。なんでわかんない？俺もないよ。なんでな。見てる。なんで？見てるだけでいい。あ、見てるだけでいいんだ。自分を好きになれる瞬間はどんな時ですか？常に僕自分好きっすね。多分エイト君もそうだと思うんですけど。僕はそんなことなくて。ずっと見る。まあ鏡見た時自分好きになれる。一緒や。ほぼ一緒や。筋トレしてる時は好きかも。自分も。おお、うん、確かにやりながら言ってますもんね。一番何を何か言ってる俺。自分好き、自分好き、好き、好き。カズやんそれ。やばいですよ、記憶飛んでる。